はい。今回の動画は、Excel でデータをコピーする方法をご紹介します。で、まあ、一度入力したデータというのを、ねまあ、コピー、貼り付けをすることによってですね、この操作の手間というのが非常に省けるので、まあ、Excel ではですね、このデータのコピーっていうのは、ね、よくやる操作になります。で、このデータのコピーの、ね、やり方というのが、ね、いくつかありますんで、まあ、今回の動画ではですね、そのいくつかのやり方をですね、ご紹介したいと思います。 それではね、まず一つ目のやり方なんですけども、じゃあ今回この表をですね、コピー貼り付けをね、してみたいと思いますんで、まずはね、このね、マウスのドラッグ操作とかでこの表をね、選択をします。で、ここでまずコピーをしますんで、このホームタブの中にあるこのクリップボードというところのこのマークですね、このマウスの、ね、ポインタを持っていくとコピーという風うに出ますんで、こちらをクリックします。 はい、そうするとね、これ今選、あの選択したところがね、この点線に囲われたと思うんですけども、まあ、これでコピー状態になってますんで、なんで貼り付けをしたいですね、このセルの先頭のところですね、こちらをね、クリックをして、で、このね、同じくクリップボードのところにあるこの貼り付けっていうんで、この絵の方ですね、こちらをクリックします。はい、そうするとね、こういった形でですね、この表の方がコピーされたということですね。 はい。で次に二つ目のやり方なんですけども、ショートカットキーを使ったですね、コピーのやり方ですね。なので、先ほどと一緒にね、表をまずは選択をして、ショートカットキーを使いますんで、キーボードのコントロールですね。コントロールを押しながら、アルファベットの C を押します、はい。そうするとね、これ先ほどと同じようにね、これでコピー状態になりますんで、このね、貼り付けをしたい先頭のところをクリックするのは一緒で、ここで貼り付けをしますんで、ここでもね、ショートカットキーを使うので、コントロール、今度は V ですね。コントロールを押しながら、アルファベットの V を押します。 そうすると、ここに貼り付けをされたということですね。 はい。で、最後ね、三つ目なんですけども、ドラッグ操作で、ね、コピーをするやり方になります。ではね、同じくまず、え表を選択をして、で、キーボードのコントロールキーをですね、押したままにしてください。で、この状態で、今この選択した周りのですね、え線のところですね、にマウスのポイントを持ってきます。そうすると、このマウスのポイントがこの形から、この白い矢印で、この右側に小さいプラスが出てるのは、ね、見えますかね。この状態でマウスをですね、ドラッグします。で、コピーしたい位置にですね、持ってって離します。そうするとですね、これで表がコピーする されたということですねといったことでですねこのデータのコピーのやり方3パターンねご紹介しましたけどもまあ、それぞれねメリットデメリットみたいのがあってですねその状況状況でですねこれを使った方がいいなとかっていうのがね人それぞれあると思いますんでまあ、この3つのやり方があるっていうのをねしっかり覚えてもらった上でですね、まあ、自分でこの Excel を操作していく中でですねまあ、一番最適なやり方をですねこの使っていってもらえるといいかなと思いますそれではね今回の動画は以上になります今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました